第2節、ゲルソン療法 A ・ゲルソン療法の概念ドイツのイシマックス・ゲルソン博士が1930年代に開発した食事療法です。ゲルソン博士が医学生時代に重い変頭痛にかかり、試行錯誤の末に生野菜と果物の大量摂取により治癒させた経験に一端を発しています。後に、 ミュンヘン大学の結核病棟に勤務するようになったゲルソン博士はこの食事療法を結核治療に取り入れ多くの結核患者を治癒させましたまたシュバイザー博士の夫人の結核をこの食事療法で治癒させましたシュバイザー博士はゲルソン博士を天才と褒めたたえたと言われていますシュバイザー博士自身も70代で 糖尿病とそれに伴う精神的な不調を患いこれをゲルソン療法で克服しましたその後シュバイツァー博士はノーベル賞を受賞し90代まで長生きしましたゲルソン博士はがんにもこの食事療法を導入し多くのがん患者を治癒させましたゲルソン博士はがんを栄養障害が原因となった代謝性の疾患であり 局所性の疾患ではなく全身性の疾患であると定義づけました。この見解は私のがんに対する見解と全く同じですが1930年代のドイツでこうした達見ある理論と治療法を確立したのは驚くべきことであると思います。ゲルソン博士は次のように述べています。医学界は腫瘍のみが,ががんだと錯覚している。 これが最大の間違いで、がんの腫瘍は、がんの症状の一つではあっても、がんのすべてではない。がんとは、がん細胞や腫瘍を生み出すような体全体の栄養と代謝の乱れなのだ。そして、がんとは、すべての病気の中で、最もひどく、栄養と代謝の乱れた病気である。腫瘍に目を向けるのではなく、 体全体の栄養を正せばそれでがんは治る。だから医学界に深く浸透しているがんに対する悲観主義はもう一層していい時期に来ている。私だけががんの治療に成功してきたのは私が医学界の定説を全く無視した療法をやってきたからだ。ビー・ゲルソン療法のがん食事療法 1一果物、洋菜類、根菜類などの搾りたて、ジュースや、新鮮な野菜と果物を生のままか、サラダにして食べる。その他に、野菜自身の水分で煮たシチュー、オートミール、果物のシロップに、塩抜きのライ麦パンを食べる。治療開始後、6から12週目に、カラは、動物性食品として、低脂肪チーズや低脂肪ヨーグルトも加える。 身体の組織からナトリウムを追い出し、カリウムを取り入れるようにするために厳しい塩分の制限を行うこの厳しい食塩制限がゲルソン療法の特徴です産品試食品缶詰や瓶詰などの保存食品缶詰や瓶詰などのジュース豆類冷凍食品ハムやソーセージ 漬物、タバコ、塩、強い香辛料、お茶、コーヒー、ココア、チョコレート、アルコール、白砂糖、清白した小麦粉、キャンディアイスクリーム、ケーキなどの菓子、ナッツ類、きのこ、大豆と、大豆製品、漬物、きゅうり、パイナップル、水分の多い果物、余分な水分。他に、肉、魚、卵、ミルク、チーズ、バターは、状態が良くなるまで禁止する。 4特に必要な食品新鮮な果物と野菜、果物と野菜ジュース、作ってすぐに飲むこと、野菜のシチューは弱い日で調理する、強い日では野菜の細胞が破壊される、新鮮な子牛の肝臓のジュースが特に重要である。果物ではリンゴ、ブドウ、サクランボ、桃、マンゴー、オレンジ、アンズ、グレープフルーツ、スモモ、カギ、メロン、パパイヤがいい。以上 ゲルソン療法のポイントを示しましたが原則的には新鮮な植物性食品をあまり加工しないで摂取することと厳しい塩分制限を中心としていますまた食事の他にコーヒー干潮が重要であるとされ品用されていますコーヒーは飲むのは良くないがそれを使用して干潮すると腸内の毒物を解毒するそうです C 星野式ゲルソン療法ゲルソン療法はドイツで確立された食事療法なので日本人の体質や日本の風土には適合しているとは言えませんこの点を改良したのが星野君彦氏福島県立医大の精神科医です星野氏は大腸がんの手術後にがんが肝臓に再発転移しました 大腸がんの寒天椅子をアルコール注入法で治療しその後ゲルソン式の食事療法で現在に至るまで健康に過ごしておられますこの時の体験をもとにゲルソン療法を日本式に改良した方法を提唱しましたこの星野式ゲルソン療法の要点を示します1蒸し食塩醤油、ソース味噌など塩分を含むものを極力避け レモン、酢、ニンニク、ハーブ、蜂蜜、黒砂糖などで味付けする。2、油脂類、動物性タンパク質の制限、植物性油脂、動物性油脂などの油脂類、肉類、魚介類、乳製品、卵などの動物性食品は摂取しない。タンパク質は、植物性タンパクとし、大豆タンパク、納豆、豆腐、豆乳などか、小麦タンパクとする。3、大量で。 多種類の野菜ジュース、人参、ジャガイモ、レモン、リンゴ、カブ、オーネ、その他季節の青菜の野菜ジュースを1回 400cc、1日3回飲む。野菜は無農薬で有機栽培の自然農法で作られたものをできるだけ新鮮なうちに生で食べる。4アルコールカフェイン、タバコ、白砂糖、食品添加物、着色料、保存料の原、のっき ご芋類、玄米、豆類、国産の野菜や果物、海藻類、ケンハテ類、クルミアーモンドナッツなどを中心とした食事とする。